イグアラ公領は、三つの保障の綱領あるいは北アメリカ独立条例とも言い,い、スペインからのメキシコ独立革命戦争の最後の段階として1821年2月24日に交付された綱領である。この綱領はメキシコが立憲君主国となること、唯一の宗教がカトリックであること、及びスペイン出身者とメキシコ生まれの者のが等しい政治的、 社会的権利を有することを表明している。今のゲレーロ州にある都市、イグアラで署名されたためにこの名がある。この綱領の背後には、後にメキシコ第一帝政の皇帝に即位するアグスティンデ・デイ・トルビデと革命反乱の狩猟で後にメキシコ大統領に就任するビセンテ・ゲレロの力があった。イトルビデとゲレロは、 イグアラ皇領の理想を守るために統一された3つの保証軍を創設した。1821年8月24日、イトルビデとスペイン副王府安をドノフがベラクルス州コレドバでコルドバ条約に調印することでイグアラ皇領を批准しメキシコの独立が承認された。3つの保証軍の三色旗イグアラ皇領は初期のメキシコの3つの原理を打ち立てた。 カトリックの優先、メキシコの絶対的な政治的独立、および新国家におけるすべての社会的、民族的集団の社会的平等である。この3項目は、3つの保障と呼ばれ、綱領自体がこの名で呼ばれることもある。宗教、独立、統一と要約される。3つの保障群の三色旗はこの3つの保障の象徴的表現であり、また独立後のメキシコの国旗が赤、 白、緑の三色旗であるのもここに由来する。イグアラ工領は、メキシコの地理的な領土に住むすべての住民を、明治的に市民としている。前文には、アメリカ人、この語の意味するところはアメリカで生まれたもののみでなく、ヨーロッパ、アフリカ、アジアで生まれてこの地に住むものを含むといい、第12条は写本によって異なるが、メキシコ帝国のすべての住民は、 その長短及び美徳による区別以外に区別することなく、いかなる職にも当たることのできる市民であるあるいは、ヌエバエスパーニャのすべての住民は、ヨーロッパ、アフリカ、インディオの区別なくこの王国の市民であり、そのその長短及び美徳に応じたすべての職を選択することができると記されている。スペイン副王は、コルドバ条約を批准したが、1822年2月13日に、 マドリードで開かれたスペイン国会はこの条約を違法、無価値、無効なものとして拒絶した。しかし、メキシコ政府は、オドノフによる綱領の需要が法的に、メキシコの独立と主権を樹立したものと主張した。スペインは、その後約10年間にわたって、メキシコの再征服を試みたが、最終的に1836年12月28日に、マドリードにおいて、 メキシコの弁務官、ミゲル・サンタマリアとスペインの国務大臣、ホセ・マリア・カラトラバの間で、サンタマリア・カラトラバ条約が締結されて、メキシコの独立が承認された。メキシコ第一訂正の崩壊の後、1823年4月8日に、メキシコ議会は国家の基礎としてのイグアラ・とコルドバ条約を廃止した。代わりに新しく憲法会議が召集され、 1824年10月4日にメキシコ憲法が制定された。ありがとうございます。